はいどうも、森です。今回は J1 リーグ第7節湘南ベルマーレ対名古屋グランパス戦のマッチレビューをやっていきたいと思います。まずは試合結果はこちら、1対2で敗戦となりました。中3日での連戦、そしてコロナで主力が少なく厳しい状況で先制点を奪いましたが、その後2失点で逆転負けとなり、これでリーグ戦3連敗となりました。非常に悔しい敗戦でしたね。さあ、それでは第7節名古屋グランパス戦振り返っていきましょう。それではまずは両チームのスターティングメンバーから確認していきたいと思います。まずは湘南ベルマーレのスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 3-4-2-1、 ゴールキーパー谷選手、3センターバック大野選手、大岩選手、福島選手、ウィングバック石原選手、小林選手、中盤2ボランチ山田選手、バラダ選手、そして2列目瀬川選手、タリック選手、そして1トップに大橋選手という布陣になっております。前節からの変更は3名、山本選手から大野選手に変更、米本選手から山田選手に変更、鈴木選手から瀬川選手に変更となりました。そして今節も中盤は2ボランチ、前線は大橋選手を中央に、瀬川選手とタリック選手がシャドウの立ち位置になりましたね。主力組では瀬川選手とウェリントン選手がメンバー入りをしてきました。他の選手たちはまだコンディションが上がらないのでしょうか。次節ジュビロ磐田戦に期待をしております。さあ、一方名古屋グランパスのスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 4-2-3-1、 ゴールキーパーランゲラック選手、ディフェンスライン吉田選手、藤井選手、中谷選手、森下選手、2ボランチレオシルバ選手、稲垣選手、2列目3枚先頭選手、柿谷選手、マテウス選手、そして1トップ酒井選手という布陣になっております。名古屋グランパスは前節からの変更は3名、吉田選手、中谷選手、柿谷選手がスターティングメンバーに入りました。さあ、それではスコア、スタッツを確認していきましょう。ご覧の通りになっております。改めて試合結果は1対2で敗戦となりました。コーナーキックから幸先よく先制点を奪うものの、オンゴールと PK での2失点で逆転負けとなりました。前半に関してはかなり押していた展開でしたが、後半はなかなかシュートまで持っていくことができず、サイド攻撃から名古屋に押し込まれるシーンが増えていってしまいましたね。サイド攻撃から名古屋に押し込まれてしまうシーンが増えていってしまいました。そして最後の攻撃の質というところは今後も課題になってくる試合展開でしたね。ただ悲観的なものだけではなく、ポジティブな変化もあった試合だったのではないでしょうか。さあ、それでは試合内容の方振り返っていきましょう。今節の試合の振り返りはこちら。ポジティブな改善もあったが、中途半端な失い方をするなというところを挙げさせていただきました。まずはこの試合ポジティブな内容では、フォーメーションの変更というところがありましたね。フォーメーションを 3-4-2-1 に変更することによって、攻守のメリハリはしっかりつくようになってきたのではないでしょうか。まず守備面では、前節同様の2ボランチを採用することで、バイタルエリアでのスペースも大きく空くことはなくなりました。特に山田選手が2ボランチの一角にいることによって、運動量が多くカバーできる範囲が非常に増えたと思います。そして相手が低い位置でボールを持っている際は、前線3枚からのハイプレスでボール奪取を狙い、2シャドウの瀬川選手とタリック選手のプレスバックが非常に効いていたと思います。そして攻撃面に関しては、大橋選手が高い位置でボールを受けることができ、2列目から瀬川選手、タリック選手がうまくスペースを使うことができていましたね。非常にこの形の攻撃をうまくはめ込むことができれば、もっとシュートチャンスを作り、得点も増えてくると思います。そして2つ目ポジティブな内容としてはこちら。セットプレーから今季初得点をすることができました。前半8分でした。左のコーナーキック、バラダ選手からゴール前マークが2枚ぐらいついていたのですが、大橋選手がうまく頭で合わせ先制点を奪いました。
その後のコーナーキックも惜しい場面がいくつかありましたが、精度が上がってきているのではないでしょうか。今後もこのコーナーキックを武器にしていきたいですね。そしてこの試合大きく課題に感じたのはこちら、ショートカウンターをシンプルにやりきれというところを挙げさせていただきました。やはりカウンター時の攻撃をしっかりフィニッシュまで持っていきたいですね。失点シーンでは後半立ち上がり49分のシーンで低く速いクロスを上げられ、大岩選手が触ってしまいコースが変わり、それが福島選手に当たってオウンゴールという形になってしまいました。正直人数も揃っていた中で防ぎようがなかった失点だったのではないでしょうか。ただその一つ前の攻撃のシーンでは、タリク選手がボールダッシュし、大橋選手がそのボールをコントロールした際に瀬川選手のラインブレイクと左サイド石原選手が上がってきていましたが、その2つの良い選択肢がある中で相手に引っ掛けてしまうパスを出してしまい、フィニッシュまで持っていけないもったいないシーンがありました。さらには64分のシーンでは、ここもショートカウンターで大橋選手がボールを運んでいる中で、右にはタリク選手1枚で、左からは3人上がってきていましたが、味方が少なく相手が多い場所を使ってしまい、相手に引っかかってしまいました。高い位置でボールダッシュした後のショートカウンターを大事にしていきたいですね。さらに2失点目の前のプレーでは、良いサイドチェンジからチャンスを作り出すものの、最初にクロスを上げれるタイミングでボールを出さず、相手が人数を揃えた状態かつペナルティーエリア内で味方の動き出しもない中でクロスを上げてしまい、相手に簡単に跳ね返されてしまい、カウンターを食らってしまいました。このような攻撃をやりきる部分がまだまだチームとして曖昧な状況なのではないでしょうか。この攻撃の部分をチーム全体でイメージを共有してフィニッシュまで持っていくことができれば、リーグ戦で複数得点も奪えてくるのではないでしょうか。この試合は互いに VAR で取り消しになったゴールが一つずつありましたが、湘南としてはメンバーが揃ってくれば少し希望を持てるような試合展開だったのではないでしょうか。次節以降しっかり結果を出せることを期待しております。さあ、それでは今節も個人的に良かった選手を1名ピックアップさせていただきます。本節良かった選手はこちら、山田直樹選手です。やっとスタメン復帰しましたね。山田選手はこの試合2ボランチの一角で入りましたが、非常に運動量が多くプレスも早かったですし、攻撃面でのチャンスの起点になっていました。敵陣でのパス成功率は 87% とチーム内トップでした。攻守において良いパフォーマンスを見せていたと思います。主力のメンバーが戻ってくればね、山田選手を一つ前のポジションで起用しても良いと思いますし、やはり湘南に欠かせない選手なのではないでしょうか。次節も山田選手の活躍を期待しております。さあ、そして現在の順位表と次節の対戦カードを確認していきましょう。ご覧の通りになっております。先制点を奪っても勝ちきれないのは悔しいですね。あまり順位表は確認したくはないのですが、今節も負けてしまい順位変わらず18位となっております。そして前節から変わらず未だ勝利のないチームが下位3チームとなってしまいましたね。とにかく次の試合からは主力組も戻ってくると思いますし、今節良かった部分をもっと伸ばしていきましょう。そして次節の対戦カードは4月10日日曜日、ホームでジュビロ磐田戦となっております。また中3日での試合で過密日程となっております。コロナ陽性者が戻ってきてしっかりねコンディションも整えてくれてると思いますし、次節は良い状態で試合を迎えたいですね。またジュビロ磐田戦のマッチプレビューもやっていきたいと思いますので、ぜひチェックをしてみてください。ということで今回は J1 リーグ第7節湘南ベルマーレ対名古屋グランパス戦のマッチレビューをやっていきました。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。